お願いします。中村と申します。先ほどご紹介いただきました通り、ちょうど2年前の4月ですね、ホロアイズに参画させていただきまして、今は、ホロアイズ事業の責任者をさせていただいております。で、このホロアイズエデューは、そのエデュケーションのエデューなんですけれど、私自身も、一応ですね、今月から、ある大学の非常勤講師をやらせていただくことになって、私自身も、まだまだ新米ですが、教育に関わるものとして、今、日々活動しております。で、本日は、大きくですね、2つお伝えをさせていただこうかなと思います。1つは、このホライズエデュの具体的な使い方はですね、さっきも本間先生のプレゼンの中で結構実演いただいたんですけれど、改めて本当に簡単に VR が見れるので、それのご紹介をさせていただこうと思います。で、2つ目は、ホロワイズエデュの一番のその差別化要素というか特徴といいますか、レコーディングができるというところですね。その先生や医師の方が、オリジナルの解説をつけて、コンテンツを作れるという機能があります。その機能がですね、本当に簡単にレコーディングできて、でもうすぐにスマホで閲覧できるようになるので、それをもう実際に今日お見せさせていただこうと思います。はい、では、よろしくお願いします。まずですね、そうですね、最初にもう杉本さんからもご案内があったんですが、そのメタクエスト2に、ホロアイズエデュが、正式に対応することになりました。まもなくもう、リリース予定です。で、これは今までいろんな医療現場であったり、あと学校機関さんに導入していただいたときに、出てきた大きな声として、スマホで手軽に学べるというところがいいっていう点と、あとやはりこういう VR のデバイスでこう360度没入して、実際に体感しながら学習をしたいっていうご要望もかなり多くいただいたので、それを今回、ついに対応することができました。なので、後ほどこの、クエストで見た画面というのも、共有させていただこうと思います。はい、よろしくお願いします。ではですね、最初にまず、ホロアイズエデューアプリの、スマホアプリですね、スマホアプリの実際の使い方から、ご紹介させていただこうと思います。お待ちください。すみません、今日デバイスをちょっといっぱい切り替えるので、ちょっと途中でお時間が発生してしまった、待ち時間が発生してしまったらすいません。ですね。たせしました。ですね、こちらが、今回の、まずスマホアプリから、ご紹介させていただこうと思います。ホライズエデュのアプリを、起動いたしますと、例えばこのように、いろいろなカテゴリが、出てまいります。で、この中で、例えば、各コンテンツごとに、いろいろな、ごめんなさい、各カテゴリごとに、いろいろなコンテンツが入っております。で、これらを、いろいろ、選ぶことができます。例えば、先ほどの、杉本さんのお体のやつですね。これを、開いていただくと、このように、すみません、この弊社のロゴマークの上に、カメラをかざしますと、このように、もう実際に VR が出てきます。で、回転させることができたり、中に入ることもできます。これが、まず静止画のものですね。で、次に、一番メインである、レコーディングコンテンツをお見せさせていただきます。で、解説動画の中の、例えばこの咽頭というコンテンツですね。こちらが先ほどプレゼンいただいた、本間先生のコンテンツです。すみません、お声が。すみません、音声がちょっと入ってないですかね。すみません、ちょっとごめんなさい、音声が聞こえてないんですが、このように今、本間先生の解説が動いているかと思います。これ、ごめんなさい、実際音声が再生されていて、いろんなことを本間先生が解説いただいています。で、こちらも実際に回転させたり、近くに寄ったりして、学生さんが好きな角度からコンテンツを見ることができます。はい、こちらがまず、スマートフォンでの閲覧の体験でした。
では次にですね、クエストでの画面をお見せさせていただこうと思います。クエストをおつなぎいたしますので、少々お待ちください。これ今ちょっと補足をするとですね、中村さん、そのまま続けててください。まあ、軽く説明すると、スマホの画面はスマホに表示をして横向きにして見ます。で、段ボールゴーグルをつけてもつけなくてもどっちも対応しています。はい。お願いします。今、ちょっとオキュラスで見ている画面を、共有いたしますので、少々お待ちください。お待たせいたしました。では、今回、新しくリリースされました、クエスト版の HoloEyes L の画面をお見せさせていただきます。このようにアプリを起動しますと、ログイン画面が本来出てきます。今、ちょっとログイン済みなので、もうこのように、コンテンツが一覧が表示されます。で、その中で、同じく例えば先ほどの、本間先生のコンテンツを再生いたします。このように、もう本当に360度、没入体験ができるような VR が再生されます。で、これも、拡大することができたり、同じく回転させられたり、中に没入することができます。あ、すみません。中にこのように入ることもできます。今、お声って聞こえてますかね？再生されている。聞こえてます。あ、よかったです。はい、このように、レコーディングコンテンツも再生されます。以上が、まず、オキュラスでのクエストでの、画面でした。で、スマホの体験と違って、クエストで見たときっていうのは、本当にその360度の没入感っていうのが本当にこう素晴らしいので、ぜひ一度、クエストのデバイスをお持ちでしたら、無料でサンプルは閲覧できますし、もしお持ちでなければ、お問い合わせいただけたら、デモ等もお見せさせあデモ体験をさせていただくことができますので、ぜひお問い合わせいただければと思っております。はい、ここまでが、簡単なアプリの使い方でした。ではですね、最後に、レコーディングコンテンツの作り方というのを、またご紹介させていただきます。こちらが、今見えている、画面ですが、これが先ほどの、HoloEyes L アプリです。で、次に、レコーディングコンテンツを作成する場合は、もう一つの、HoloEyes XR のアプリを、使います。こちらが HoloEyes XR のアプリです。で、アプリを起動しまして、コンテンツを、3D モデルを読み込みます。で、今、表示されたかと思うのですが、例えば、このコンテンツを使って、レコーディングコンテンツのサンプルを作ってみようと思います。メニューを開いて、レコーディングから、レコーディング開始をします。今、レコーディングが始まりました。この 3D モデルをコントローラーを使って、自由に動かしたり、拡大したり、あとは、バーチャルラインという機能で、補助線を引いたり、あとは、ペンという機能で、フリーハンドで、いろいろな線を描いたりすることができます。そして、一度レコーディングを終了します。はい、これで、まずレコーディングコンテンツ、大元となるコンテンツの作成は完了しました。では次に、これを、アップロードしていこうと思います。オキュラスクエストのデバイスを外して、PC とコードでつなぎます。で、コードとつなぎましたら、お待ちください。次にですね、デバイスから、今の録画したデータを、エクスポートします。すみません、お待ちください。
すみません、少々お待ちください。このですね、Android ファイルトランスファーというものを使いますと、すみません、ちょっとファイルが読み込まれず。USB ケーブル抜き差ししてみたら？あ、できました。あ、すみません、今、許可が必要でした、再度。はい、あ、出ましたね。すみません、お待たせしました。で、この、ソフトを使って、これが今、私のメタクエストの中に入っているデータの一覧です。で、この中から、このデータというところの中に、データというフォルダを探っていくと、これは XIL というフォルダがあります。でこの中の、レコーディングというフォルダを開くと、先ほどの、データが出てきます。でこの中で、今、たった今、録画したのが、この20時8分のものですね。これを、パソコンにコピーします。で、コピーされたら、今度はこちらの、ホラーズエデュの管理画面で、コンテンツの新規作成をします。でここにメタバース研究会サンプルと入れて、例えばテストと概要を入れます。で組織は、皆様が、所属されている、組織名を入れていただいて、でどこのフォルダに入れるかを設定します。であと何番目に表示するかだけここに記入しまして、あとは、先ほどの、レコーディングデータをここに、選択してアップロードします。そして作成。と押すだけで、これでも実はファイルがアップロードされます。今、アップロード中ですね。少々お待ちくださいませ。はい、アップロードがされました。で、アップロードがされましたので、最後にもう一度スマホアプリを開いてみようと思います。はい、こちらで、ホロエゼリを開きます。開いて、先ほどアップロードした、ファイルがもうここにございます。で、これを、再生すると、あ、すみません、お待ちください。はい、もう先ほど私が録画レコーディングしたコンテンツがこのようにアプリ内に表示されます。なので本当にレコーディングしてから本当慣れてしまえば1分2分でスマートフォンに実際にアップロードしてこれをもう世界中に配信できるというふうになっています。で今スマートフォンでお見せさせていただいたんですが、これを、もちろん、クエスト版でも同じようにすぐに見ることができます。なのでもちろんレコーディングコンテンツを作っていただくのは大変かと思うんですが、作ったコンテンツは本当に簡単にアップロードできるので、ぜひいろんな方にコンテンツをどんどん作っていただきたいなと思っております。はい、以上が私から、ホライゼドゥアプリの使い方と、レコーディングコンテンツの作成の仕方の、発表でした。ありがとうございました。